というわけで優勝は29代目王者はサム、おめでとうございます。賞金100万円得。ありがとうございます。どうですか、1年ぶり復帰で優勝というのは。いや本当にこうめちゃめちゃ緊張してて、俺本当にマジでずっと吐きそうだったんですよ。あで正直なんか嘘ついて休もうかなって思ったり。いや、やめろよそんな時に、なんか昔俺を拾ってくれた吉田さんの顔を握ってあ、俺あの人のおかげで今があるんだと思ったらなんか踏ん張れて。はい、ありがとうございます。あのSNS でね、俺が叩かれた時にあの心配の LINE をしてくれるのはあのサムとドタマさん2名なんでねありがとうございます。本当に本当にもう光栄です、はい、ありがとうございます。光栄です。あのそうですね、あのサムさんどうですか、印象深い試合なんかあります、はい、印象深い試合。印象深い試合、はい、まずいや本当に1試合目が一番緊張してて。あ、緊張した。なんかあ、なんかすげえ期待してくれてる人が多い分負けたら裏切った人の数になっちゃうなと思って、いやどうしようと思って、でもなんかシステマ習っててそのプレッシャーも乗り越えることができて、なんとか、あと相手も本当にずっと支えてくれてます。ありがとうございます。じゃあサム あの今後の告知とか何かありますか、はい、今後の告知とか。あの今日僕アルバムをリリースして、はい、あのサブスクでこう配信をしているのと、たまと多分ネットでも何かしらで売るので、なんかよかったら売る販売するので、もしよければ聞いてくれると嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございました今日は。というわけで優勝はサムです。おめでとうございます。